ロバート・ウィリアム・アンドリュー、ボブ・フェラーは、アメリカのプロ野球選手、MLB で活躍し、野球伝道入りした、名投手の一人であった、ウトウミギウチ。フェラーは、第二次世界大戦の兵園駅による、ほぼ4シーズンの中断を挟んで、通算266勝を挙げている。ニックネームは、ヒーター・フロム・ファンメーター、ラピッド・ロバート。日本では、火の急投手と呼ばれた。息子のために、 農地の片隅にダイヤモンドを作り、発電機と電灯で簡素な照明設備を作るなど、まるで映画、フィールド・オブ・ドリームスの主人公のような野球好きな父に、ピッチングを教わり、17歳で、クリーブランド・インディアンスと契約した。しかし当時の MLB は、高校生との契約を禁じていたこともあり、球団は、フェラーを一旦、マイナーチームに所属させて、隠そうとしたがすぐに、 インディアンスの作戦は発覚し、他球団の抗議もあって、当時のケネス・オー・ランディス・コミッショナーが登場し、インディアンスが罰金を支払うことで契約が認められた。フェラーは、その後、18シーズンにわたってインディアンス一筋に、プレーし、通算266勝、2581、脱三振をマークした。アメリカンリーグの最多脱三振に輝くこと7回。 ノーヒッター達成3回のほか、1アンダー試合も12回達成している。1936年8月23日のセントルイスブラウンズ戦でわずか17歳でメジャーデビューを果たし、9月13日のフィラデルフィアアスレチックス戦では1試合17、脱三振を記録。1試合で年齢と度数の三振を奪ったのは、この時のフェラーとケリーウッドのみである。 オフに21歳となる1938年までに31勝を挙げ、21歳の誕生日までにメジャーで20勝を挙げた最初の投手となった。1938年には初の2桁となる17勝を挙げ、240脱三振で初の最多脱三振のタイトルに輝いた。1939年には24勝9敗、防御率2.85。 246奪三振で、最多勝ち、最多奪三振の2冠王に輝く。1940年の開幕戦では、MLB 史上初の開幕戦ノーヒットノーランを達成し、この年も27勝11敗防御率2.61、261奪三振で最多勝ち、最優秀防御率、最多奪三振の投手3冠を獲得した。 1941年も25勝13敗、防御率3.15、260奪三振で3年、連続最多勝利と4年連続最多奪三振を上げた、海軍の制服を着ている、ボブ・フェーラー。だが、フェラーは、日本軍による、真珠湾攻撃の翌日、1941年12月8日に、海軍に志願入隊することとなった。以後、フェラーは終戦までの4年間、 戦艦アラバマで、対空砲部隊のチーフとして従軍し、勲章も獲得した。多くの野球歴史家は、フェラーについて、フェラーはこのブランクがなければ350十3000奪三振を記録していただろうと推測している。1953年1945年終盤になって、インディアンスに復帰、フェラーの復帰後初登板となった、ニューヨークヤンキース戦でも12奪三振の、 関東勝利を収めた。この年は5勝3敗に終わったが、平役中にスライダーを習得し、翌1946年には26勝15敗、防御率2.18、脱三振348で、最多勝利、最多脱三振のタイトルを獲得した。36関東、10関プを挙げ、4月30日のヤンキース戦では、自身2度目のノーヒットノーランを達成している。 1948年には19勝15敗、防御率3.56、255奪三振で、最多奪三振を獲得。チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。1951年には、自身6度目の最多勝利を獲得し、同年7月1日のデトロイトタイガース戦では、自身3度目のノーヒッターを達成した。フェラーはその後も活躍を続け、1950年代には、 ボブレモン、アーリー・ウィン、マイク・ガルシアと共に、ザ・ビッグ・ホーと呼ばれた先発ローテーションを形成し、1954年には13勝を挙げて、チームをワールドシリーズ出場に導いた。これ以後、フェラーは制裁を書きシーズン未勝利に終わった1956年、限りで現役を引退した。フェラーの現役時代に、ジャッキー・ロビンソンのメジャーデビューについては、否定的だった。 フェラーは、ロビンソンのメジャーデビューを宣伝目的であると考えており、彼は力不足だ。良い打者になるには筋肉があまりにつきすぎている。もしも彼が白人であったら果たしてスカウトは彼を拾っただろうかと述べている。フェラーの背番号、19、クリーブランド・インディアンスの永久欠番に1956年指定、マウンドに立つフェラー・フェラーは1962年に、 有志各所年度で野球伝道入りを果たした。また、フェラーの背番号である19は引退した1956年12月にインディアンス発の永久欠番に指定された。1977年に来日し、読売ジャイアンツの宮崎キャンプで臨時コーチを務めたこともあった。2010年12月15日、白血病によりクリーブランドの病院で没した92歳ボ フェラーの生協当時、クリーブランド・インディアンスの永久欠番選手がすべてぶっこ者となり、2017年にフランク・ロビンソンが欠番指定されるまで存命者が不在となった。フェラーは、日の玉投手とあだ名されたことからわかるように、強し速球を投げていたことで知られていた。MLB コミッショナー事務局がフェラーの速球を撮影して球速を割り出したところ、 104マイルと計測されたという。ちなみにフェラーはこの時、スーツ姿、マウンドでなく平地で投げていた。さらに1946年のグリフィススタジアムで、アメリカ軍が協力しての当時最新の、急速測定器を使った実験では、初速117.2マイル、中速98.6マイル、平均で時速107.9マイルを記録したという。 フェラーも自らの速球の速さには自信を持っていたようである。1997年のワールドシリーズでロブネンが104マイルを掲示した時、フェラーは、それは私のチェンジアップの数字だよ、とコメントした。一方サチェルページについて、サチェルの投げるボールがファストボールなら私の投げるボールはチェンジアップだよとたびたび語っている。三振を多く取った反面、球も多く。 また左足を大きく上げるフォームに起因して許した、盗塁も多かった。前述の17三振を奪った試合では、同時に9死球、1死球、冒頭1を記録した上、盗塁球を許している。ただし、ボークはしなかったと、苦笑まじりにフェラーは弁明したという、ありがとうございます。